こんにちは。今日は先日行いました、プレゼント企画の、抽選をしたいと思います。プレゼント企画は、どこでしたかというと、先日のこちらですね、傘の、こちらの作り方を、投稿していますけれど、こちらの、ビーズの、ね、傘ね、これの最後の方で突然ね、プレゼント企画を始めました。そして、こちらがね、A 賞で、こちらの方がB 賞で、こちらを C 賞という形で、突然ねプレゼント企画を始めてしまいました。はい、そしてですね、プレゼント企画をねなぜしたかということなんですけれど、おかげさまで、私の、おこに5のチャンネル登録をしていただいた方が、3万人を超えました。7月の初めに7月2日だったかな、超えました。そして、視聴回数の方が、700万回再生を、超えることが、できました。これもみんなね、ひとえに、皆様が応援してくださるおかげです。本当にありがとうございます。とても、感謝しております。そのね感謝の気持ちを込めて、もうわずかなんですけれど、こちらの、これはラップブレスレットですね、キット。そしていつも使っている、コウノトリなんですね。これね、ツルかと思いましたらね。このハサミ、そして、傘の、ビーズのキット。こちらの方をプレゼントさせていただくことにしました。これを A 賞、B 賞、C 賞という形で、したんですけれど、たくさんの、ね、方が応募してくださいました。まず A 賞からね抽選したいと思います。 A 賞に、応募していただいた方のこちらお名前です。ちょっとね見ていってください。間違いないでしょうか。よくねドジなのでいろんなことをやらかしてしまいますので、間違ってるよというのがありましたら教えてくださいね。はい、A 賞は11人の方が応募してくださいました。はい、そしたらこちらの方を、いつもやってるように地味な方法で抽選していきたいと思いますので、こちらをねカットしていきます。あ、物差しを忘れたよ。このままいきます。わ、歪んじゃったよ、ごめんなさい。物差しなんて切れないね。ちょっと物差し取ってきます。失礼しました。あ、まあこれもハプニング生の一つで、はい、はい、このままねやっちゃいますよ。はい、A 賞はあのブレスレット、ラップブレスレットね、最近よく見かけますけれど、革紐の間にビーズを、糸でね、編んでいくものなんですけれど、この、キットのね色がとても私自身が気に入りましたのでね、それを、プレゼントさせていただくことにしました。はい、よいしょ。あらもう、はい、そしたら11枚切れましたので、この中に入れていきますね。はい、どういう方法でね挑戦するのがいいのかなと思うんですけれど、ものすごい数だったらこういう作業もちょっと大変かなと思うんですけれど、まあ、突然始まったプレゼント企画ですので、そんなすごい量ではないので、この方法で今回も地味にやっていきたいと思います。よし、そしたら A 賞の方が3人でしたね。3人、こちらの中から決めたいと思います。はい、ここに全部入れました。はい、ちょっとそしたら蓋をして、よいしょ。
目です。よし、2人目です。はい、3人目です。はい、こちらの方に当たりました。はい、じゃあこちらの方から開いていきます。じゃんじゃじゃん。はい、おめでとうございます。ラジュラジュさん、はい、当たりました。 A 賞です。はい、2人目の方、ちょっとここの読み方はわからないんですけれど、名前の方がトリさんってね、ご自分で、書いてくださってますので、トリさん、はい、A 賞は当たりました。はい、そして最後はこちら、ひみちゃこさん、はい、こちらの方3人さんに当たりました。おめでとうございます。こちら A 賞の方です。はい、そしたら B 賞がこのハサミですね。 B 賞はね、結構たくさん応募くださってます。そしてこの、外れた方の分は、一番最後にね、まとめて一番大当たり 3点セットになりますのでね、まだね、希望があります。はい、これ全部出しました。そしたら次が B 賞は、24人の方が応募くださいました。はい、お名前です。ずっとおなじみのね、アイコンの方もたくさんありますね。これね、記号の方もね、たくさんいらっしゃいますのでね、よかったら何かお顔なり、イラストとかね、ご自分のお顔を入れるのはなかなか勇気がいると思いますけれど、よかったら何かね、ペットのお顔とか、そういうものをね、入れてもらってたら嬉しいかなと思います。はい、そしたらこちらの方も、作業をね、していきます。どうした方が切りやすいかな、ちょっとやっていきます。このね、このここにカメラがね、あるので、ちょっと手がね、あまり自由に動かないんですよね。このすごく歪んでますよね。まっすぐに切れない。よいしょ。24人ですね。ハサミね、可愛いですよね。私も普段ね、使ってるんですけれど、細かいところもね、よく切れますのでね、本物じゃないんですけどね、本物だったらこの、3人さんにプレゼントできるほどにならないんですけれど、それでもまあ普段にね、糸切りバサミとして使うには、よく切れると思います。はい、そしたらこの中にね、入れていきます。24人でしたね。1、2、3、4、よいしょ、5、14、15、16、
24名の方がこちらね今入れました。この中から、3人さんね選びます。はい、そしたら、はい、1人目お2人目、3人目、はい、こちらの3人の方に決まりました。はい、お一人目です。じゃじゃん。はい、平沢由衣さん B 賞おめでとうございます。はい、そして宇佐さん B 賞当たりましたよ、おめでとうございます。そして木村千恵さん B 賞、はい、こちら当たりました、おめでとうございます。こちらの3人の方に、このねハサミ、糸切りハサミですね、こちらをプレゼントします。おめでとうございます。はい、そしたらあと一つですね、こちらの、傘のキットをプレゼントします。またねあと一番最後のね、はい、空になりましたね、一番最後に入れますので置いておきます。C 賞ですね、 C 賞は、19人さん応募いただきました。はい、上からずっと見ていてください。そしたらまたねカットしていきます。C 賞は、応募の時には、ピンクを2人ブルーを2人というふうに、言ってたんですけれど、もうお好きな色を当たった方はこのコメント欄に書いていただいたら、もう4人さんともピンクでもいいし、4人ともブルーでもいいですし、3-1になってもどういう割合になっても構いませんので、お好きな色をね、コメント欄に残してくださいね。揃えますね。はい、ね、コメントをねたくさん書いてくださってる方もなるべく、ここねコメントを残しながら、そして大きさもね揃えながらということにしていますので。太さはね、あまり太くはならないと思います。少ない方はね、ちょっと多い目にこの余白を残しながら切っていきたいと思います。よいしょ、で19人でしたね。またここね入れていきます。1 2 3
き、5、6、19人、この中からあと4人ですね。4人選びます。はい、よいしょ。1人、2人、3人、よいしょ、4人。はい、こちらの方に当たりました。はい、じゃじゃーん。はい、佐々木翔子さん、傘のねキットが当たりました。おめでとうございます。そしてみーさん、はい、ありがとう。いつも動画を見て勉強させてもらってますということでコメントいただいてます。おめでとうございます。そしてゆえさんかな、シーシーをね当たりました。はい、おめでとうございます。そしてさくらさん、はい、師匠が当たりました。はい、おめでとうございます。この、4人さんに、当たりました。さくらさんね、はい、そしてゆえさん、はい、そしてみーさん、そしてしょうこさん、はい、こちらの4人さんです。色の方はねまたメッセージコメント欄に書いてくださいね。はい、そしたら最後ですね、この中に、今までの傘の分を全部入れます。じゃじゃじゃん。あ、お一人です。じゃじゃん。はい、この方に、BC 全ての、3点セットで送ります。誰でしょう。おめでとうございます。田中みなみさん、3万人突破おめでとうございます。いつも楽しみに楽しく拝見させていただいております。はい、C を希望されてた方ですね。はい、当たりましたよ田中さん。 A も B も C も当たりました。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、そしたら抽選の方は、以上で終わりになります。はい、そしで、当選された方ですね、当選された方はこのコメント欄にコメントを入れてください。でその際にね連絡手段を書いてください。個人情報等をねここにコメント欄には、書かないように気をつけてくださいね。そして連絡方法ですけれど、これはね YouTube の企画なので本当は YouTube のメッセージが一番いいのかなと思うんですけれど、最近はね携帯スマホとかで、見ていただいている方が多いですので、とても分かりにくいやり方になりますので、YouTube のメッセージを送る場合はパソコンからの方がやりやすいと思いますね。はい、それ以外のものが、LINE アットでのトーク、この LINE はまたちょっと後で説明しますね。それと Google プラスの限定公開のメッセージ、それか Instagram のダイレクトメッセージの、いずれかで連絡を取りたいと思いますので、どの連絡方法がいいかをコメント欄の方に、書いてくださいね。はい、そして LINE ですけれど、 LINE を
登録をしていただくことになります。LINE の ID の方は、説明欄の方に入れておきますので、その ID を登録して私をお友達に、ね、してください。そして友達を登録すると、私はどこへ行くかというと、この公式アカウント、ね、公式アカウントっていうところに、開いてもらったらこういう形で出てきます。いろんなね、企業のものがあったりしてここに出てきます。で、これをポチッと押すと、こういう画面がね、この画面が出てきますので、ここのトーク、これを押してもらって、名前とかね、そういう個人情報を入れてもらうようになります。そこはね、1対1で、私と直接連絡が取れますので、他の方にはね、表示されますので、表示されませんのでね、安心して、書き込みをしてください。はい、そして、連絡方法を、まあ、書いてもらいますよね。そして連絡が取れない方がね、いらっしゃることがあるかもしれませんね。で、連絡が、取れない方がいたら、再抽選をします。その方の分を再抽選とさせていただきます。はい、7月30日までに連絡が取れない方がいらしたら、再抽選ということに、させていただきますので、今回当たった方はね、それまでに連絡をしてくださいね。よろしくお願いします。はい、こんな感じでしょうかね。本当にね、たくさんの方がいつも見ていただいてね、もう感謝、感謝です。はい、でも、神々でね、もう、とんでもないことをや言ったり、言ってることとやってることが違ったりね、いろいろやらかしています。広く浅くいろんなことをね、挑戦しています。ものづくりがね、もう小さい時から好きでした。今も好きです。ただ今はね、細かいことがちょっとしにくくなりましたね。美術とかはね、大変です。もう見えませんのでね、勘でやってるような部分もあります。はい、今後ともね、こういう、身勝手な、ね、好きなもの、興味のあるものしか、アップしません。変なチャンネルですけれどね、今後ともよろしくお願いします。本当に広く浅くいろんなことに、チャレンジ挑戦、しています。皆さんも興味のあるものだけ、かじっていただけたらいいかなと思います。一緒にね、これからも手作りを楽しんでいけたらいいかなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい、今日はこちら、ここまでです。ありがとうございます。はい、当選された方、はい、待ってます。よろしくお願いします。